ドラフト2023サイン指名シミュレーションほぼ確版一発フェードロー野球チャンネル、生配信ご覧いただき、はい、ありがとうございました。いや嬉しいですね、まさか本当万人見てもらえるとは、ね、なんて、たくさんの方に見ていただいてね本当あのドラフト当日どこよりも見られてる盛り上がってるチャンネルにしたいんでご協力よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は3位編でございますね。そうですね、ほぼ各番進んできましたね。はい、まあ昨日までの2位を見ていただきましょうか、うん、はい、2位までの予想はこちらです。まあ昨日のね動画でも言いましたけども、うん、まあ各球団幸せに、うん、あカープだけあのいやいやいや、まあ、大丈夫ですか。今日からですよ。今日、そうそうそう、まだいますからね。立て直しますよ。立て直しますからね。そんな豊作なんだから、まだまだこっからこっから諦めないでね。本当にどうですか今のところ2位まで見て、うん、あここのドラフトいいなっていうチームありますか。初日ウェーバーを非常にうまく使いましたね。西舘真鍋は強いよね。あと僕はね注目してるのね、ロッテ。ロッテもいいね。渡来東松っていうこのラインはね、これは渡来くん1位は結構ありだよね。初手渡来ね。初手渡来、ちょっともう増えるかもしれないなと思ってますね。いやあるよ、これをもし見てたらね、うん、非常に、まあ、あと竹内投手いった DeNA もね、うん、竹内広瀬ですから余裕が出てるよ ね。まあ竹内くんもやっぱ評価上げてますから、これ強豪になる可能性もあるなっていうところもね、うん、ありながら、じゃあ今日は3位、はい、これも話し合いましたんで、はい、発表したいと思います、本日はオリックスからですね。オリックス、堀柊那、報徳学園、阪神、森田晴人、履正社高校、千葉ロッテ、高太一、大阪商業大学、広島東洋、桃崎葵、東海大青少熊本高校、福岡ソフトバンク、松本亮斗、名城大学、横浜 DeNA、村田健一、明治大学、東北楽天、牧田実、明治大学、読売、谷脇幸喜、立命館大学、埼玉西武、宮崎和樹、山梨学院大学、東京ヤクルト、佐倉京志郎、九州国際大付属高校、北海道日本ハム、日向直樹、東海大菅生、中日、村田レオン、工学館大学。おおでしょう、最後のは。そうだね。ではオリックスから見ていきましょうか。はい、前田、辻本ときました、うん、っていうところでね、キャッチャーやっぱり行きたいっていうところで、高卒キャッチャー、うん、もうこれは宣言してますから、もうこれはもう我々はオリックスの際、何があっても何が仮に先に指名されててももうずらさないずらさない。まあ堀くんね、うん、残ってればいいかなっていう。まあ阪神なんかもね、高卒キャッチャー行きたい。まあブラスよね、牽制だな。オリックスに一枠使わすためのね、そうで一枠使わした結果森田が残ってると阪神ね、うん、いいですね。即戦 P、 高卒 P、このスラッガータイプ、うん、森田くん上げましたからね、最後の大会ね。ああ評価これでいいんじゃない。いやこれでガイよ本番もうこのカードだけ持って阪神のスカウト陣はもうもう行くぞと、うん、でロッテ、ロッテ渡来東松できて、いや即戦差は残ってるぞ。そうだね。ああ高投手、これだ高投手、東松くんいなかったら2位で切ろうかなと思ったんですよね、うんうん、なのでこれはロッテいいぞ。いいよね、いい流れだよ。いい流れよ、うん、まあ、ちょっとクライマックスもね、オリックスに一矢報いるかっていうね、幕張の奇跡書いてあったな、パディユー TV にはな、ポンパドール、うん、ポンパドール的だね。いや本当にありますね、うん、ロッテいいドラフトだと思います、いいこれね。いい流れで、東洋ね東洋がまあ辻本選手、まあ、辻本事変と、辻本事変だね、本当に呼びましたが、まあだからこう見るとやっぱり2位で辻本選手切っといて、3位で高校生ピッチャーでいいんだよ。残ってたんじゃないかっていう、ね、そう木村君とかね、実はそうあのだからいやそうなんよな、うん、来年優勝争いする意味では、うん、上位は即戦力ガチ固めがいいんじゃないかなと思うんだけども、ね、まあ、ちょっとプランをね、うん、急遽変更して、うん、まあでも大崎君はいいよ。そうね、そう、百崎君はいいんだよ。いい、うん、そう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 。だからカープが
に辻本君で言ったらちょっとずれるね。出る、うん、あの各球団の選考がね、うん、本当に広島は2位で辻本君切るのが正義、うん、と思うんだよね、来年のことを見たら ね、 たらね、うん、で残ってそうなんですよ、うん、高卒ね、ピッチャーもまだ即戦系もいますし、うん、なんならね、うん、っていうところですね、僕らも、うん、でソフトバンク、ソフトバンク下浦新党ときまして、うん、まだやっぱり即戦 P、うん、やっぱりもうこれは勝たなきゃいけない球団なんでね、うん、どうしても今年は、松本選手、うん、これ即戦後ろかな、後ろだったら即戦で全然考えられるんでね、いけるんじゃないかな、国母さんにプレゼントと、そうだね、いう感じよね、うん、で DeNA、 DeNA もういいドラフトしてるよ、竹内投手、広瀬選手だからね、うんうん、で好きでしょ、3位東京6いや好きよ、なんか東京六大学を上位で一人指名しないといけないんじゃないかっていうイメージあるよね。うん、本当明治大学ね、特にね。うん、そうね。好きだしね。早稲田は明治っていう感じよね。で村田選手もバリバリ頑張ってるね。六大学ではナンバーワンだからね。ね、そうね。うん、でも3位で取れると今年はね、六大学のピッチャーをね。で楽天、うん、滝田投手、武田選手と来たんですけど、まだやっぱ即戦 P、うん、まあ、武田君のね、ポジションが難しいんですけど、うん、まあ、残ってる野手とね、ピッチャー考えたら、うん、あ、もうピッチャー行こうよって、牧田投手、うん、非常にいいね、これ、明治大学の記者会見場はもう、わかんない、そうそうそう、どさくさ指名ですね、わーってなった後に、牧田実、放送の前かな、あの明治の寮の放送の前であの巨人のね、優勝決めたあの江藤仁岡の、そうそうそう、江藤仁岡のわちゃ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 ホームラン、本当ですね、まあ牧田投手残ったら行くよねと、いやこの秋むちゃくちゃ結果出してるから、めっちゃ出してる、うん、で巨人、巨人これはね谷脇選手、はい、やっぱりってことはもうある男がすぐ男だけよ、男だけ締めてきました、締めてきました桜井これね、実はあの僕とモネさんちょっと割れたところあって、うん、あの僕はね、津田選手も、ね、うんうんうん、あのこれも男桜井が追ってるんですけど、あ、そう、関西担当だから、ね、そう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 、うん、迷ったんですけど、やっぱり侍のね、そうだね、あ、谷脇選手、秋もしっかり結果残してますから、うん、俺は、おでは桜井行くぞ、いや、ラッキーよ、3位で、うん、ね、谷脇選手本当ね、うん、取れたんで、巨人もバランスいい、うんうん、ドラフトでできてますよ、いいドラフトね、うん、で、西武、西武ここね、宮崎選手、もうピンズドですよ、実は3人侍なんですよね、あ、そうね、あ、セーブね、本当なんで、あ、これ昼間嫉妬事件ちょっと口聞かないかもしれない、渡辺ジム、渡辺ジムと、うん、やっぱ結局侍が好きじゃないですか、そうそうそ う、 そう、あの男昼間じゃなくて侍昼間を好きになっただけだったんですねみたいな、ちょっと距離を置きましょうみたいな本当はね、うん、でもこの宮崎選手非常に合うんだよ、今西武外野ね、即戦系で取りたいっていうのと、足速い、機動力もあるっていうね、めちゃくちゃいいと思う、もう壮根ですよ、うん、あ、これはもう、これはもう恩田さんに言われた瞬間もう雷落ちましたね、うん、即決だね、即決でしたね、うん、でヤクルト、ヤクルト、まあピッチャーピッチャーで来ましたから、うん、やっぱり野手行かないと、まあ野手でね、ヤクルトはね、そしたらもう桜君残ってますから、これは村上2世じゃないですけど、もう村上塾よね、村上塾本当にいるうちにね、うん、本当に、うん、桜くんいいと思うね、いいピッチャーしかも2枚取れてるんだね、そうだね、行きやすいんですよ、うん、このスラッガー系にね、うんうんうん、ロマン枠に、うん、なのでまあここで桜くん切っといて4位以降どうするかっていう感じだね、そうだね、ヤクルトね、緑のジープ引き継いでね村上さんがね、あ、ゲレンデか、あ、ゲレンデか、緑のゲレンデね、うん、引き継いでね、ヤクルトからですね、そして日本ハム、やっぱり日本ハムね、1位即戦で切ったら、うん、もう1枚即戦でもいいんじゃないって思うんですけど、そうなんよ、ただそんなフロントはね、あの現場に優しくない、日本ハムはやっぱり高校生だと、で得体の高校生だと、うん、行ったれって日向くんね、篠崎選手とも迷いましたけど、うん、うん、あ、これは日向くんもいいと思う、ハマりそうだよね、まあ、これを3位で早めに確実に取るっていうところがミソなんだよね、うん、そうだね、日本ハム、うん、で最後中日、中日、あ、これね、俺またピッチャー行くのかなと思いきや、うん、いやいやいや待ってくれと、ロマーク村田レオン選手ですね、工学館大学、もう立浪さんももうガッツポーズ引き戻しないんですよ、ガッツポーズで、まあこの中日はあの4位も連続で取れるんでね、そうそうそう、実質明日の4位も、うん、まあ、3位というかね、あ、そうだね、そうそう、連続なんで、4位は東恩納君でいきます、はいで、東恩納君はどうですかっていうのは、もうすぐいきますんで、はい、っていう形ですね、3位まで、うん、
いやー、これ通りやってくれれば全チーム幸せになるんだけどな。いいよ、まあ、カープなんか昨日と違うくない？辻本選手いやいや、行かなかったんですよ昨日あ、そうだっけ記憶はもう、でもまあ直前にもう一回やりますけど、うん、やっぱりカープは2位辻本くんで行かないとっていうね。あ、ちょっと2位まで公言してほしいね新しい試みで本当だね、うん、外れてもちょっとあ、ダメですって言われるまで。いや、他のチームは本当に園田さん、どうした何が言いたいんだやめてくれと。そうね、カープは松本選手残念ですけど、他の球団見たら補強もしっかりしつつ、うん、中長期的な目線もありつつね、うん、まあもうちょっとドラフトはやっぱ変わってきたね、うん、だからソフトバンクだけですよ不気味なのは。そうだね、どういう舵を切ってくるか、うんうん、ということでドラフト3位のほぼ確のシミュレーションやってみました、はい、明日もまずね9時30分からドラフトステーション、はい、ドラフト情報をお届けしてから3位予想の動画10時からオンエアですのでぜひチェックしてみてください、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ちょっとセーブがえげつないような気がするね。侍で縛ってね、うん、栄冠はフェドローに輝く。語呂悪っ。チャンネル登録お願いします。